全国1億2000万人のスターウォーズファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日は大変長らくお待たせいたしました、キャノン A1 のご紹介です。世の中に一眼レフカメラは数多くありますが、このキャノン A1 ほど革新的で物議を醸したカメラは珍しいと思います。私、キャノン A1 にはニュー FD レンズが似合うと思ってますんで、今回はニュー FD50mmF1.4 を取り付けました。それではシャッターを押してみましょう。というか全然動かない、全然動かないんです。なぜか、このキャノン A1 は電池がないと全く動きません。完全なる電子カメラ、そういう部分でも物議を醸したカメラだったんですね。それでは電池を入れてみましょう。パームグリップを外して電池室を開けます。使用する電池は 4SR44 か 4LR44 ですが、もうこの電池手に入りづらくなってますよね。しかも高いです。なので今回 LR44 を電池アダプターを介して使っちまいましょう。実はこのキャノン A1 というカメラ、とっても電池の消費量が多いんです。なので LR44 が使えれば安くていいですよね。仮に電池の容量がなくなっちまってカメラが動かなくなっちゃったとしても、 LR44 でしたらどこでも手に入ります。はい、電池セットできました。パームグリップをつけて電池の残量を見てみましょう。このボタンが電池の残量チェックランプです。ボタンを押すとシャッターボタン右側の LED ランプが早く点滅します。電池の容量が多いと早く点滅、少なくなってくると点滅が遅くなります。うん、いい感じですね。今日はキャノン A1 前編紹介編ということで、このキャノン A1 の機能をご説明したいと思います。それではまたねじゃなくて、このキャノン A1 には5つの AE 機能が搭載されてます。こちらの AE モード切り替えスイッチを AV に合わせると絞り優先 AE モードになります。レンズの絞りは絞りリングではなくカメラ本体の AT ダイヤルでセットします。そして AV モード切り替えスイッチを TV にするとシャッタースピード優先 AE になります。シャッタースピード優先 AE のまま1000分の1の上の P までダイヤルを持ってくるとプログラムオート、レンズの絞りリングの A マークを外して正面右側の絞り込みレバーを押し込むと絞り込み実絞り AE となります。この絞り込み実絞り AE はマクロ撮影とかに威力を発揮しそうです。そして5つ目はスピードライト AE、 専用のスピードライトを装着するとこのストロボが発光 OK になると自動的にシャッタースピードがスピードライトと同調するというものです。もうこれってキャノンの意地ですよね。メカニカルカメラじゃこんなことできねえだろうっていう感じですフィルム感度はこのダイヤルで合わせます。そしてこのフィルム感度と同軸のダイヤルについてるのが露出補正スイッチです。露出補正は3分の1段刻みで
プラス2からマイナス2まで選べます。この上の黒いボタンが AE ロックボタン、下のボタンは読み取りボタンです。こちらのレバーがメインスイッチ。 A に回すとシャッターが切れます。 L はロックです。これは多重露出レバー。赤丸が出ると多重露出になります。フィルムが送られないってことですね。メインスイッチを10のとこまで回すとセルフタイマーです。セルフタイマーは10秒です。セルフタイマーが動作すると LED ランプが点滅しますが、最初はゆっくりです。もうすぐシャッターが切れるよってなると点滅が早くなります。この2っていうのは2秒です。これはセルフタイマーというより三脚を使ってスローシャッターを切るとき用ですね。そしてこれがファインダー内表示のオンオフ切り替えです。それでは裏蓋を開けてみましょう。シャッター膜は横走り、一般的な布膜です。 A1 は A シリーズのフラグシップですから、本当はチタン膜や2000分の1秒を搭載して欲しかったんですけど、それやると F1 超えちゃいますからね。こちらがファインダー内の様子。この絞りとシャッタースピードの表示がかっこいいんですよね。当時のカメラ小僧たちは A1 のファインダー内表示に憧れてたんですよ。さすが A シリーズのフラグシップ。アイピースシャッターも搭載してます。このキャノン A1 発売当時は、まあ冒頭にも話しましたが、いろいろ物議を醸したカメラです。ですが私はこの A1 が最もキャノンらしいカメラだと個人的には思ってます。そしてニコン、キャノン、その他カメラメーカーを問わず最も好きなカメラです。はい、 OK 牧場。それでは後編へ続きます。